僕も青森吉です。日曜日の東京、えー、G2 アルゼンチン共和国杯、えー、芝2500メートル長距離戦ですね。ではこちらの見解を言っていきたいと思います。はい、これが今年の出走表になります。えー、例によってお時間ない方はこの印をですね、参考にしていただけると幸いです。はい、えー、で、私の本命はですね、えー、これはもうしょうがないですね。15番のゴールダクター。本命です。喫科書の時もですね、 えー、私、本命にしたんですけども、うん、その後、1000万に高級して、えー、まあ、函館。で、まあ、休み明けで、まあ、戦走ですね。東京のオクトーバーステックス。うん。まあ、ここですね、57.5キロで、えー、買っていると、うん、本当に力をつけているなという感じがしますね。スクリーンヒーロー3区も、えー、今、ブレーク中ですし、うん、金量も56キロであればですね、うん、今年のこのメンバーを見る限りでは、 うん、不利ではないな、という気がします。まあ、長丁場での安定感っていうのはですね、うん、ちょっと他とは1本も2本も、うん、差があるのかなという気がしますね、うん。ただまあ、これまでのような相手ではないというのもまあ事実ですが、うん、金量と勢い、うん。これでレンは外さないだろうということで、えー、鉄板だと思いますね。はい。で、対抗がですね、18番、レイブミストラル。うん ちょっとこの世代レベルがやはり疑問といえば疑問なんですが、まあ、ある程度これぐらいですね、2400とか2200とか、えー、2000メートル超えるところであってですね、えー、結構、うん、小バットもいい勝負ができているという感じがしますね。で、この馬は、えー、青葉所勝ち。ということで、東京の、えー、長丁場。うん、いいですね。うん。で、筋量も、まあ、55キロと3歳馬にしてはですね、ちょっと見込まれてはいるんですけども。 決闘的にもこの馬は非常にですね、うん、楽しみがあるなという気がしますね。うん、で、まあ、菊花賞行かなかったというのもですね、うん、この馬にとってはいいのかなというふうに思います。で、えー、3番手、まあ、単穴評価ですね、うん。これはプロモントーリオですね、うんまあ。目黒記念3着という実績が既にあるんですけども、うん、この東京の2500メートルというレースはですね、結構リピーターが うん。強いですね、うん。そういう意味もあって、まあ、筋量も55キロと手頃ですし、うん。長期給与分けですね。1年4ヶ月ぶりの前走ですね。うん。ちょっと反動が心配なタイム上がりではあるんですけども、うん。まあ、能力的にはですね、まあ、年齢も若いですし、うん、この中では3番手かでいいのかなというふうに思います。で、まあ、4番手かですね。こちらも、うん。この距離得意としてますね。 リピーターの名称、門松、えー、それから、えー、距離伸びてですね、うん、2600m 前走勝ってますしまあこのまま平っぽくティープこのままですね青葉所勝ち、東京の長いところ、うん、まあいいですね、うん、で、まあ、大穴ですね、うん、ちょっとずっとくだいぶくすぶっててですね、うん、条件戦うろうろしてる感じだったんですけども前走新潟記念で4着と、うん、ここに来てちょっと 良さが出てるなという感じのロンギングダンサーですね。筋量も軽いですし、もしかするとですね、この距離延長っていうのがですね、うん、いい方に作用するのではないかというふうに私は見ていますので、この馬が穴評価という感じにしています。まあ正直ハンデ戦でもありますし、うん、まあ、他にもですね、まあ面白そうな馬っていうのはいるんですけども、うん、まあ私的にはまあゴールダクターが鉄板だと思いますので、うん、ある程度、うん、この辺に絞ってですね、 行きたいなというふうに今思ってます。はい、まとめです。ゴールドアクター、鉄板だと思いますね。えー、喫下書3着後もですね、うん、順調に勝ち上がって、前走のオクトーバースティックス57.5キロでの解消とかを見るとですね、うん、成長度はかなりだなと。うん、このメンバーでは、筋量56キロっていうことを考えてもですね、円を外すことは考えにくいです。で、対抗は、えー、東京の長距離、まあ、大場所価値があるレイブミストラル。まあ、リピーター、 強いレースですんで、まあ、プロモントリオ、名称カドマツ、まあ、ヒラボクディープ。まあ、筋量も軽く、距離が伸びて新しい味、新味がありそうなロンニングダンサー。これをアナウマとして取り上げたいと思います。では、アルゼンチン共和国杯に関しては、以上となります。